ターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアカードを押すと君の分身を登録できるぞ。バトルタイプがスペシャルのカードは1枚だけ登録できるぞ。バトルカードの表面を上にして下画面に置くんだ。私の出番。準備はこのチームでチーム決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。さあ試合開始だ。あっという間に白目を向かせてやろうぜ。このバトルでは7個集めると仲間のアビリティ発動だ。バトルアプリのチームボーナス効果で4-1バトルアプリ発動チャンス。やってやろうぜ。一緒が完成だ。目にもの見せてやれ。よし、バトルアプリ効果発動。この戦闘力は嘘だろ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。俺の助太刀が必要か。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。トリガスーパードラゴンボールゲット。俺の助太刀が必要か。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。トリガスーパードラゴンボールゲット。俺の助太刀が必要か。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ラウンド2。アルティメットユニットスタート。準備の方が発動。敵のアビリティ発動だ。
これが今回のスコアだ。トルンガスーパードラゴンボールゲット。想像以上だ。やはり君は本物の